MBS にやってまいりました。やったー、ついに来ましたよ。ですね、つい先日ね、はい、MBS のアナウンサーの皆さんが、まあ、YTV まではるばるお越しいただきまして、はい、今回はこの秋風舞う中、はい、梅田までやってまいりましたよ。就職活動以来です、うん、あ、そう、はい、え、就職活動結果はどうだったんですか？結果はご想像の通り。あ、そうか、はい、え、そうですか。それ以来、なんか喋ってたよ。え、ライオンちゃん、ちょっと待って、喋りましたよ、今これ。今喋ったよね。ということで、今回ご案内をいただく方がね、ちょっと、なんやこれ。ちょっと。アナウンサーと同期の藤林と申します。よろしくお願いします。お願いします。親戚？よく似てるって言われます。めちゃくちゃ似てますね。もうだって茶屋町ってさ、もうなんかおしゃれやもんね。ここ、うわ、出ました。おー、大きい。阪神ファンのための入り口です。わー、すごい、テンション上がる。しかも大きい。阪神ファンでおなじみの諸国さんですから、あっちゃんとは甲子園の取材でもよく会う。よく会うんです。おー、トライオンと。トライオンっていうの、はい、で今20周年ということで、こんな感じでフォトスポットを設置しておりまして、だからこれってこう、こういうことでしょ。おー、はしゃぐね。いいですか。いいですか。いや、ありがとうございます。もうドンピシャの世代。何回言うんですかこれ。いいですね。もうここで、いいです。最初はですね、読売テレビにはない、うん、ラジオ社へご案内しようと思います。ラジオ社、ここしか自慢するところがなくて、ね、え、でもそれですめちゃくちゃ大きな自慢。お邪魔します。実はライオンちゃんなんですけど、こっちがライオンちゃんで、今年新たにデビューしたラジオンちゃん、ラジオンちゃんっていう、ラジオンちゃん、はい、そうなんです。え、で何、ライオンちゃんも、まあ、お友達っていう設定なんですけれども、子供じゃないの、はい、R になってるんですよ、シップ。ほんまや、こっちは4になってるんですけど。そっか、ライオンちゃんはね、はい、ラジオンちゃん、そうなんです。かわいい。入りましたよ。え、これ喋っても大丈夫な。大丈夫です、大丈夫。え、どういうこと、これ全部ラジオの、はい、ここがラジオフロアです。こんばんは、お邪魔します。これはすごいですよ。来ちゃう。これはちょっとなんか急にドキドキします。今朝10時から、はい、松井愛の少し愛して今準備しているところなんです。松井さんです。あら、松井さん、おはようございます。どうも、お邪魔いたします。ようこそ。あ、すみません、読売テレビの辰田と申します。読売テレビの諸国と申します。 MBS の松井愛です。あ、よろしくお願いします。どっちみたいですか。こっちで。ラジオは10時からです。生放送が間もなくあと40分、40分、ね、まだ40分もある。あ、そういう感じ。そうですね、はい、この後南光師匠と芸能者の中西正夫さんが、はい、正夫さんも、はい、ぜひスタジオとか案内にどうぞ。もう気楽に。もう40分前ですよ。誰も来てないから。誰も来てないからどうぞ。誰も来てない。スタッフさんもね、来てるんですよ。ぜひ、はい、ぜひぜひ。もうね、しょこちゃん見ているよ。ありがとうございます。あいさん聞いてます。前って嘘だっかり。本当です。あの走ったりするときいつもラジコで聞くんですよ、ラジオ。本当に、はい、車運転するときもラジオですし、なんかあの気持ちいいね。しょこちゃんは気持ちいいです。はい、こちらがラジオスタジオになって大丈夫ですか今。お邪魔します。いいですか。おい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 、ここがラジオのフロアでございます。どうもお邪魔いたします。これはラジオの技術さん宅、ぜひ座ってください、ね、あの、はい、こっちがスタジオの、スタジオの中、こっちがスタジオ、もう直接でしょ。うわですね。
これや。ここです。ここです。これや。顔見えるはい。そうなんですよ。顔見て直接私あの唇を読めるねあの独身術があるんで。なんかあのオンにしてなくて、はい、あ今悪口言うかなって。なるほど。さっきのはちょっとあんま良くなかったのかな的な感じをこう笑って言うのでね。そこで判断する。判断する。あちょっとじゃあ調整していこうかなって。2時間の間に。愛さんとまでなるとそういうことができるようになる。それを目指してます。そうですね。あの唇を読むっていうのは本当アナウンサーには大事な仕事です。大事なんですね。空気も唇も読む。わあ。え、どうぞそこ。はい、スイッチオンもオンオフも自分で。はい、諸国さやかのもっと愛して。おいおいおい、番組撮っちゃったよ。少しじゃなくて、うん、もっとっていうところが、ね、割と欲動し、ね、そうなんですよ。じゃあ今日ゲストが来ているということで、はい、お越しいただきました松井愛さんです。どうも、こっちは少しだけで結構なんで愛していただければな。でも少しでも長くがいいです。あそれ大事よ。もっとって言っても一瞬やったらね、寂しいです。寂しいです。ワンクールでワンクールってね、すごい割りがちなんで私。そんなあのそこまで言わんでええねん。まあ、テレビってそういうとこあるって。そうですよ、もう丸10年なんです。すごいですね。10年、ちょうどこの10月で。はい。その10年で一番の、うんハプニングって何ですか？ハプニング、うん、毎日がハプニングよ。わあ、それはそれで楽しそうな。本当にまあこう体のコンディション的にもね、はい、ちょっと調子が悪い時とかってあるじゃないですか。うん、お腹が痛いとかってなって、うん、本番2分ぐらい前に2分あったらいけると。ダッシュして帰ってきて、そしたらもうあのそこ走ってる途中で私の番組のオープニングテーマが流れたんですよ。タッ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 、あかん。って戻って走ってきて、肩を上げて松井愛の少し愛して、ダクダ。体中のね体液が出た感じ。へえ、そうですか。あの時は焦りましたけど、もうなんてことなくおはようございます皆さんって言って。うわー。始まってからスタジオに入った。うん、かっこいい。かなりのピンチですよ、ね。かっこいいですね。また、はい、いつでも遊びに来てください。いいんですか。でラジオはバッティングしてないからいいんじゃないんですか。大丈夫でしょう。お互いテレビってなるとちょっとね、うん、なんかハードル高いかもしれないけど。福ちゃんいいよね。いいと思います。あ、嘘。誰の何の権限だったらしいんですけどね。行きます行きます。皆さんが普通にレコード室で例えば、うん、あのリクエストが来ました、うん、音楽の、うん、あのスマップの何々かけてほしいとか、うん、なんか何々かけてほしいって言った時に、うん、ディレクターがそのディスクを探しに来る部屋なんですけど。駆け込んで、はい、めっちゃしゃる。うわ。そんな感じなんですか？お邪魔します。レコードスライドして、レコード言うてももう CD ちゃいますの。うわー、これどうやって探すの？これ今なんかね、インターネットで検索ポンかけてポン出てくるとかじゃないの？じゃないんです、実は、うん、すいません、ごめんなさいね。ここで探したい音楽をパーって検索して、そこからあここにありますっていうのを教えてくれる。え、すごい図書館みたい。そうなんです。 CD もいいですけど、タツタさん、あレコードもあるんですか？レコードもあるの？こっちにえ、すっごい。うわうわ、ほんまにレコードや。すごいな。すごい。レコードです。あ、じゃあレコード流すものももちろんあるんですね。はい、あります。あ、これ小さいサイズのレコード、はい、いや、これとすっごい年季入ってますよ。もう歌謡曲って書いてあるもん。へー、なんか探してみる。何がいい？岡本真代さんのトゥモロー。岡本真代さんのトゥモロー。どんな歌？涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ君のためにっていうようなことを、ま、あのカラオケでやってます。そんな感じで一番やってます。どうも、すいません、お
邪魔いたします。アナウンサーの西村麻子と言います。はじめまして。読売テレビの達佐と申します。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、今どういうお時間なんですか？今ね、朝のラジオのニューススタンバイなんですよ、はい、なので1時間に1度くらい、はい、政治ニュース、はい、読みますでしょ。実はここでラジオニュースを読んで、ね、ここ、ちょっと背向けてたわ今いや、でもちゃんとね、個室にできるんですよ、こうやってカーテンを。そう、個室っていうの。ちょっと待って、マジ悲しくなるからやめてなんかこう、読売さんと比べての違いがなんか出るからやめて大丈夫、ラジオスタジオ、ラジオほどないからそうこれね、メリットがあって、はい、これだと、はい、あのちょっと読み間違いとか、はい、急なこう速報があった時とかにディレクターが真横にいてくれるのですぐ差し込んでくれるの。なるほど、はい、あ、いいですよ。確かにそれいいな。たまに救急車の音とかも入ったりとかする。それもいい味としてね、そこは防音ではないんですか？はいでは屋上へご案内します。わここは普段は全然全く入らないところなんですけれども、はい、わあ、屋上、屋上、本当に屋上だ、うわ、屋上です、屋上ですよ、めちゃくちゃ屋上。ちょっと待って、すごいねこれ。高所大丈夫ですか？まあまあ怖いですよここ。すごい、あ、いや、すごい、すごい、あ、あ、なるほどね。あ、すごい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 、ちょっと、あ、これすごい、これはすごいわ、これはすごい、このあ、よういけんな、そんな。これだってさ、ほら見て、下がスケスケやで、スケスケなんです。まあまあ怖いやんか。上に立ってるのが電波塔です。あれか、あ、ね、登ったね、登ったよね、一緒にね、イコマね、そうなん、研修で、あ、一緒に登った、研修でみんなで登って降りて大半、一緒に、はい、あ、そう、そういう物価じゃなかったですね。僕らはだから単独で、あ、うん、これは価値あるね、気持ちいい、けど、社員は取り来られないです、はい、だから読売テレビのね、社屋は本当にみんなが誰でもテラスに行って、まあ行こうと思えば行けますね。下から、あ、上からね、桜並木を眺められるっていうのはいいなと思ってたんです。確かにね、なんかそう言われるとこう登っていいのに普段あんま登ってないからちょっと、うん、そうだよ、なんかちゃんともうちょっと社屋をよりなんか楽しまなきゃなって反省させられた。そういうことなんですよ、日常の幸せって気づきにくいもんなんですよね改めてこうやってそうなんです。嘘やん、ああ、ああって、おはようございます。田んぼの中を自転車で行けよって笑って、何今の何 , 笑って終わりっていうのが読売流ですか？いや、そんなことないよ。